配線用差し込み接続機とは、電気配線の一種であり、電気機器に電力を供給するための接続機である。差し込みプラグとプラグ受けで構成され、差し込みプラグをプラグ受けに抜き差しすることによって、配線と高度、または高度総合間の電気的接続及び暖炉を随時用意にできるようにしたものである。国際電気標準会議では、 IECT-R6083 に規格がある。日本では電気用品の技術上の基準を定める省令別表第4-6などに規定がある。日本工業規格では JISC8303 から2007で規格化されている。差し込みプラグ、コンセント、コードコネクタボディ、マルチタップに分けられる。日本では定格電圧 100V から 300V。 定格電流 50A 以下、2極から5極のものは電気用品安全法的用品である。差し込みプラグ、コンセント、コードコネクタボディ、マルチタップに分けられる。アメリカで一般的なアース付けのタイプ B 欧州などで使用されている埋め込み型の差し込み口。タイプ F 国によって形状は異なっており、日本の一般家庭やオフィスなどに引き込まれている。 単相交流1 0 0ト用のものでは細長い差し込み口が2つのものが主流で左側の差し込み口の方が少しだけ幅広になっている少し幅広の端子を設置側とするのが正しい接続法であるかつてはこの接続方法を誤って逆に接続したことが原因で機器に故障が生じることが多く設置側を明らかにするため電気用品取締法に 差し込み口の長さについての規定を設けて、現在に至っている。なお、現在は機器の改良が進み、逆に接続しても位相が反転するだけなので、通常使用では意識する必要はなくなっているという見解も見られる。また、オーディオ機器等位相が異なると音が微妙に変化してしまうものなど、位相が機器の性能に関係する電気機器については、 設置側の端子を非設置側よりも縦長にして逆差子を物理的に防ぎ位相が異ならないようにしている。JISC8303 から1993に規定されているものは以下の通り2つの差し込み口の下に設置局用の丸い差し込み口を設けている設置極め付きコンセントがある。計3つの穴が開いたもののことで三振、または三欠とも言われる。 なお、コンセントのオス側がアース付けコンセントで、メス側が通常のコンセントの場合は、アース端子が邪魔になり刺すことができない。この場合は変換アダプタが必要となる。動力用の三小三線式 200V 用には、設置局用を含めて4つの差し込み口を持つものもある。アース端子は日本国内で正しく施行されている場合は、D 種設置に接続される。 コンピューターなどの電子機器や大容量電化製品の家庭への普及及び北米やヨーロッパ諸国などで既に設置極め付きとすることが義務付けられている状況を踏まえ内戦規定3202から3の2005年改定により新築住宅等においては利用局面を問わず家庭内のすべてのコンセントを設置局付きとすることが推奨されている 劇場等演出空間電気設備指針、演出空間化節電機設備指針では、安全性確保の観点から、設置極め付きの配線用差し込み接続機を使うよう、定められている。したがって、1999年以降に建設、改修された設備については、すべて設置極め付きのものが使われていることになっている。施設、業者によっては、これまでの二極のコネクタを、 設置機は目付きのものに取り替えただけで、設置線を配線していない例もあり、注意が必要である。外国への旅行などで、普段使っている電気製品を現地で使用する場合には、プラグの形状の違いや電圧の違いを吸収するための変換器が必要になる。ノートパソコンの電源アダプタや充電式シェーバーなど一部の製品では、日本で使用されている 100V から、 東南アジアやヨーロッパなどで使われている2 4 0トまでの幅広い電圧に対応しているものがあり、それらの場合は、プラグ形状のみを変換する安価な変換プラグを購入するだけで良いが、1 0 0トにしか対応していない機器を使用する場合は、電圧を下げるために変圧器が必要になる。1 0 0ト専用機器と安価な変換プラグの組み合わせで使用してしまい機器を、 故障させるトラブルが後を絶たないため、国外に持ち出して使用することが想定される機器については240ボルトまで対応できる機器が増えて、きている。電圧と周波数の状況。青、緑は220から240ボルト、茶、赤、木は100から 127V。青、黄土木は 50Hz。緑、茶、赤は 60Hz。プラグ形状。赤は日米型。 青はヨーロッパ型、緑はイギリス型、木はオセアニア型。多くの国で電源プラグとコンセントの形状は工業規格により定められている。アメリカ合衆国電気工業会はこれらの形状を分類し、タイプ A からタイプ L までの記号を割り振っている。この記事では、このアメリカ合衆国の分類に従って解説する。大きく分けると、 電源プラグとコンセントの形状は4タイプに分かれる。世界の主流は3つある。1つは北アメリカ標準の 130V60Hz のものであり、タイプ A と呼ばれている。2つ目がヨーロッパ標準の220の 240V50Hz のものであり、タイプ C と呼ばれている。イギリスと旧イギリス領は独自のものを使用している。これらが混在している地域もある。 日本の 200V コンセントはいずれとも互換性はない。また、この3種とも現在は設置局がついた3極タイプが主流である。タイプ A に設置局がついたものはタイプ B と呼ばれる。タイプ C に設置局がついたものには様々な形があり、タイプ EKHJKL がある。この他、イギリスと旧イギリス領で使われているタイプ DGIM がある。 また、通電局に極性がついているものも多く、それぞれ中性局と電圧側局と呼ばれている。日本語では設置局と設置側局の呼び名が紛らわしいため注意が必要である。国際電気標準会議では電源プラグの設置仕様及び絶縁性を基準に関連保護クラスを設定しており、例えばクラス I は設置局を有するもの、クラス2は 設置局を有しないが二重絶縁などの工夫がされたものとされている。それぞれのタイプで主流の電圧と周波数、設置局、極性、ヒューズの有無を次に示す。家庭用、産業用、商業用を問わず特別な目的のため特殊な形状をしたプラグもある。形状は全く同じでラベルや色で違いがわかるようにされているものもある。 これには次のようなものがある。施設によっては、電気的雑音を防止するため、形状上の差を設けて、混用を防ぐ場合もある。また、それぞれのタイプで、子供のいたずら防止用シャッターが設けられているものも、ある。これは、コンセントの電圧がかかる穴に、プラグを差し込む前には、蓋がされた状態になっているもので、プラグの設置局を差し込むことで開くように作られた、ものが多い。 1928年頃のアメリカの5連コンセント。無極性のタイプ A プラグ極性付きプラグ。極の片側が幅広になっている。ネマ1から15このタイプのプラグは2枚の平行で、薄い板、コンセントは平行で狭い穴になっている。北アメリカ、南アメリカ東沿岸と中華民国で主流のタイプ。アメリカ合衆国では、 全米電気機器製造業者協会が標準としていた。タイプ A のソケットの規格は、ネマ1から15と呼ばれたが、1962年にアメリカ合衆国とカナダの合意により使用が廃止となった。ただし多くの家庭でまだ使われており、互換用の機器が売られてもいる。タイプ A のプラグは、現在主流のタイプ B のソケットにそのままさせるため、まだ広く使われている。 パキスタンでは家庭や小規模事務所用にタイプ A プラグが複合ソケットと共に使われている。無極性のタイプ A プラグは180度回してもソケットに挿入することができる。極性タイプのタイプ A プラグは片側の電極が少し大きく作られており、ソケットも片側が大きく作られている。この大きい側が中性極であり、極性タイプのプラグはソケットに 逆向きに取り付けることはできない。また、極性タイプのプラグを無極性タイプのソケットに取り付けることもできない。j c 八千8 3 0 3クラス2現在では、設置が禁止されている日本の洗濯機向けタイプ A コンセント。最下部にアース接続部が設けられている。日本の電源プラグとソケットは、アメリカ合衆国のネマ1から15とほぼ同じ形である。 ただし、日本のものは通商産業省あるいは日本工業規格によりアメリカよりも厳しい基準が設けられている。また、アメリカの電気器具の多くは 120V60Hz なので、日本の電圧 100V、特に東日本の 50Hz では装置が対応していなければ問題が発生することが多い。コンセントを壁に埋め込む場合、中性極が左と決められている。 タイプ A は設置局がないため、設置を怠ると感電する恐れがある。2005年の内戦規定改定以降、タイプ A コンセントの設置は推奨されておらず、設置局が付いたタイプ B が推奨されている。電子レンジ、温水器、食洗機、冷蔵庫、洗濯、乾燥機、温水便座、エアコンなどの機器を接続するコンセントに、タイプ A コンセントを設置することは禁止された。 ネマ5から15左、ネマ5から15プラグ。中央、設置局が上のコンセント。右、設置局が下のコンセント。タイプ B プラグは、タイプ A の平行な2枚の板に加えて、円柱形、または U 字型をした設置局が設けられている。アメリカ合衆国では、ネマ5から15、カナダ企画協会では22.2、ナンバー42として企画化されており、 共に1 5十1 2 5トである。設置局は中性局や電圧側局よりも長く作られており、装置に電圧がかかるよりも先に設置するよう工夫されている。電圧がかかる2枚の板には中性局、電圧側局の違いがあり、中性局の穴が大きい。プラグをコンセントに挿す向きが決まっているため、普通には中性局、電圧側局、 設置局を間違えて取り付ける可能性はない。ただし配線工事が間違ってなされていた場合には関電事故を起こす可能性もある。また、タイプ B のコンセントにタイプ A のプラグを差し込むことが可能である。タイプ B のプラグに変換アダプターをつければタイプ A のコンセントに差し込むこともできる。ネマ5から15型はカナダ、アメリカ合衆国の標準である。 同型のものが中部アメリカ、カリブ海、南アメリカ北部、日本、中華民国、サウジアラビアでも使われている。壁に埋め込む場合には、一般的には設置局が下、電圧側局が右上、中性局が左上に設置されるが、上下逆に設置される場合もある。日本では設置局が下と決められている。アメリカ合衆国の一部と、 カナダ全域で新しくソケットを設置する場合、子供がクリップなどを差し入れないよう、いたずら防止用カバー取り付けが義務付けられている。ネマ5から25から 20RA の T スロットコンセントは、設置局が上についていることが多い。中性局は、右下の T 字の穴である。20アンペアまで使える仕様。5から 20A の中性局は、T 字の穴になっている。 そのため、ネマ5から20のプラグを持つ機器を、ネマ5から15型のコンセントに取り付けることはできないが、逆に15アンペアのプラグを持つ機器を、ネマ5から20のコンセントに取り付けることはできる。JIS-C8303 クラス I 日本でも、北アメリカ同様、タイプ B のプラグが使われている。日本では、タイプ A の方が一般的に普及しているが、2005年以降は、 タイプ A の設置が制限されており、全部屋にタイプ B のコンセントを設置することが推奨されている。また、電子レンジや洗濯機置き場などの特定の場所ではタイプ A の利用が禁止されておりタイプ B の設置が義務化されている。ただしタイプ A コンセントに直接させなくなるデメリットから日本で市販されている家庭用電化製品では、 標準で設置極め付きのタイプ B のプラグを持つものはほとんどなくエアコンや電子レンジ、洗濯機でもタイプ A プラグとベッドアース線を接続する形の機器が大半である C7、16C7、16プラグと古い型のタイプ C コンセント2つの丸断面のピンが付いたプラグでありユーロプラグと呼ばれているタイプ C は後述するタイプ E 回 HJKL の 形状の元となっており、タイプ C のプラグはこれらのタイプのコンセントで使える場合が多い。タイプ C のプラグには設置局がなく、2本の直径 4mm の丸いピンがついている。詳細は C7-16 の規格で決められており、これに基づいて、イタリアでは CEI-23 から5、ロシアではゴスト7396の規格が定められている。 このプラグで使える最大電流値は2.5アンペアである。この規格には曲線がなく180度回転して差し込んでも機能上の差はない。また、このプラグはフランスで主流のタイプ E、ヨーロッパで C7、4、シチュー子として知られるタイプ K、イスラエルで主流のタイプ H、C7、7で定められたタイプ E、海峡用、スイスで主流のタイプ J。 デンマークで主流のタイプ K、イタリアで使用されているタイプ L、問題なく差し込んで使用できる場合が多い。ユーロプラグのクラス2のものを使用している国は多く、オーストリア、ベルギー、ボスニア、ヘルツェゴビナ、ブルガリア、チェコ、クロアチア、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシア、グリーンランド、ハンガリー、アイスランド、イタリア、ラトビア、 リトアニア、ルクセンブルク、マケドニア、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、セルビア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコなどである。この他にも、中東、アフリカ諸国、南アメリカのブラジル、チリ、アルゼンチン、ウルグアイ、ペルー、ボリビア、アジアのバングラデシュ、インドネシア、パキスタン、ベトナム、ロシアと、 旧ソビート連邦のウクライナ、アルメニア、ジョージアなどでも使われている。また、タイプ C の一種であるイギリスの BS1363 は、旧イギリス連邦領で広く使われている。C7、17C7、17プラグこのプラグは、ピンの直径が 4.8mm と少し太く、この点は、タイプ E や F と同様である。ただしプラグの根元がゴム、または、 プラスチック製の大きな丸状になっているため、ユーロプラグ用のコンセントに差し込めないことがある。タイプ E や F のコンセントには差し込める。冷蔵庫、洗濯機、エアコンなどの比較的大型の装置に使われており、韓国では小型で非設置の装置にも使われる。イタリアでは CEI23 から5で規格となっている。イスラエルのタイプ H のコンセントにも差し込める場合が多いが、 問題が生じることもある。BS4573BS4573 BS コンセントイギリスの標準電源は口述するタイプ G であるが、イギリスやアイルランドの浴室やシャワールームにはタイプ C に似たものが稀に電気カミソリ用として設置されていることもある。今ではタイプ C に準じた形をしているが、元々は1920年代か30年代に、 使われた2ピン5アンペアの電源であり、イギリス独自のものであった。それが1960年代後半に今の形になった。ピンの直径は0.2インとタイプ C よりも少し太く、その間隔は5、8インである。このコンセントには、非極性の C7、16アメリカ、またはオーストラリアのプラグを差し込むことができる。このソケットは 230V と 115V が切り替え、 可能である場合が多い。また、濡れた場所で使われることが多いので、BS3535 に基づく絶縁トランスが設けられている場合が多い。ゴスト 7396C19、ソビエト連邦で広く使われていたプラグ。現在のロシアでも広く使われている。ピン間隔はユーロプラグと共通だが、ピンの根元の絶縁部分が設けられていない。また、 ユーロプラグとは異なり6アンペアまで使えるよう設計されている。プラグ本体の正面形状はフランスのタイプ E と同様に円形化 C7、17同様に円形平板である。円形のものにはへこみがない。ピンは平行であり収束していない。本体は望遠の樹脂成形である。ゴスト百九十六 c 一のコンセントは六アンペアまで使え。 ユーロプラグを差し込むことができるが、穴のサイズが 4.5mm しかないので、タイプ E 回 C7、17のプラグを差し込むことができない。C7、17同様に16アンペアまで使える正面円形のプラグもあるが、へこみはないため、タイプ E や F のソケットに差し込めない。このため、この部分を使用者自身で削って使用される場合もある。しかし、 そのような行為は本来メーカーが推奨しない使用法であるため注意が必要である。様々なコンセント支柱ことフランス型に合うよう作られたコンセントタイプ C には設置局がないので多くの国で廃止が進んでいる。例えばドイツではごく古い施設を除けば設置局がないコンセントはまず見当たらない。一方オランダではベッドルームやリビングなど 湿気の少ない箇所ではまだ使われている。子供のいたずら防止用シャッターの有無についても国により違いがある。国や設備の年代によってコンセントの穴の直径が 4.0mm のもの、4.8mm のものが混在している。4.8mm の穴のコンセントはタイプ E や F のプラグを差し込むことができる。タイプ E や F を採用している国で タイプ C が許容されているかどうかも様々である。BS5466A-250VD タイプのプラグが実質同じ規格 BS546 は20世紀初めにイギリスで使われていた規格であり、インドやパキスタンで現在、標準のプラグとなっている。使用可能な最大電流値は 6A だが、実際には 5A まで使われる。 伝統上のピン三本が三角形に並んだ形をしている。中東の一部や東南アジアの一部など、イギリスが殿下に関わった地域でも使われている。かつては南アフリカ共和国でも使われていたが、今は 15A のタイプに置き換わりつつある。ガーナ、ケニア、ナイジェリアなどでも使われていたが、大部分はタイプ G に置き換えられている。今のイギリスでも、この企画や、 一回り小さな 2A の規格が一部で照明に使われている。BS54616A250VM タイプのプラグ及びサブス164が実質同じ規格このプラグはタイプ M と呼ばれることもある。標準のタイプ D よりも一回り大きくピンの大きさは7.05倍 21.1mm である。15A で使用される。中性極と 電圧側局の間隔は1イン、設置局と中性局、電圧側局の間隔は1プラス18インである。インド、パキスタン、スリランカ、ネパール、ナミビアなどの国では 5A が主流だが、大型機器では、この 15A タイプも使われる。南アフリカ共和国などでは、家庭用電源としても使われているが、コンセントにスイッチがついていて、オンオフ切り替えられることが多い。 香港やボツワナではタイプ G と共によく使われている。イギリスやアイルランドでは今でも消度調整可能な電灯などで使われているが新しく作られる施設には工業用の C16A が使われることが多い。イスラエル、シンガポール、マレーシアなどではエアコンや衣類乾燥機など大型の電気製品に広く使われている。C7、5フランスのコンセントフランスのプラグフランス。 ベルギー、ポーランド、チェコ、スロバキアで使われている。プラグを正面から見た形は円形でピンの小道と長さは4 8倍1 9 m m 間隔は 19mm である。ユーロプラグや C7、17の元となった。ソケットの上側に設置局のピンがある。プラグに曲線はあるが、二つの電極のどちらが中性極かは、 使用国共通の基準が決められていない。子供のいたずら防止用シャッターがフランスとベルギーで採用されているが、これも使用国共通の標準ではない。タイプ E はドイツ等で使われているタイプ F との共通点が多いが、設置局の構造が異なるため、互換性はない。2008年7月からデンマークでも認められたが、まだ一般的ではない。C7 4支中コプラグとソケットタイプ F は C7、4で規格が定められたプラグ。主行プラグと呼ばれることが多い。設置局が2本ある。電極に極性は付けられておらず、プラグを180度回してもコンセントに取り付けることができる。タイプ F のコンセントにユーロプラグを差し込むことができる。最大で 16A を供給する。ドイツ、オーストリア、オランダ。 ルクセンブルク、クロアチア、ハンガリー、ブルガリア、エストニア、ルーマニア、セルビア、スロベニア、ラトビア、ギリシャ、フィンランド、スウェーデン、ノルウェー、アイスランド、ロシア、スペイン、ポルトガル、トルコ、チリ、インドネシア、パキスタン、大韓民国で使われている。シコは保護された接続を意味するドイツ語シコントクとの略で設置局があることから名付けられた。 フィンランド、ノルウェー、スウェーデンでは、子供のいたずら防止用シャッターをつけることが義務付けられているが、主庫の標準規格ではこの決まりがない。C7 C、7C7、7プラグタイプ E と F のどちらのコンセントでも使える、要、C7、7という規格のプラグが作られている。電極に極性があるタイプ E で使う場合には、中性極と、 電圧側極を逆に接続できないよう工夫されている。電圧に極性がないタイプ F で使う場合には、180度回転して差し込むことができる。タイプ F の規格に合わせて、設置極はプラグの上下両方についている。このプラグは 16A まで耐える構造になっている。スペインやポルトガルでも使われている。BS1363 内部構造。1。 ケーブルを抑えに、中西局3、設置局4、電圧側局五、ヒューズ英国規格1363で定められた企画。使用国は、イギリスのほか、パキスタン、アイルランド、スリランカ、バーレーン、アラブ首長国連邦、カタール、イエメン、オマーン、ヨルダン、キプロス、マルタ、ジブラルタル、ボツワナ、ガーナ、香港、マカオ、ブルネー、マレーシア、 シンガポール、インドネシア、バングラデシュ、ケニア、ウガンダ、マラウイ、ナイジェリア、モーリシャス、イラク、クウェート、タンザニア、ザンビア、ジンバブエでも使われている。中米でかつてイギリス領だったベリーズ、ドミニカ国、セントルシア、セントビンセントグレナディーン、グレナダでも使われている。サウジアラビアでも2 3 0ト用電源として使われているが、 ネマの規格であるタイプ A、B の方が一般的である。このプラグは13アンペアプラグとも呼ばれ、板状の電極3枚が三角形に並んでいる。電圧側極と中性極は長さ1 8ト、mm、ル、間隔2 2トルである。電極の根元は絶縁になっているので、差し込みが不十分でも感電しにくい。設置極は電圧極よりも大きく。 断面が約4倍 8mm、長さが 23mm である。プラグには電力ヒューズが内蔵されており、電圧側局に接続されている。ヒューズの目的は、高度に過電流が流れるのを防ぐためである。ヒューズは長さ1インで電流値 3.513A から選ぶ必要があり、13A のヒューズを使う場合の電源コードは望遠仕様でなければならない。 ヒューズの規格は BS1362 で決められている。壁埋め込みのコンセントは中性局を左にするよう決められている。イギリス配線法規では家庭用のコンセントには電気プラグ以外のものが差し込めないようないたずら防止シャッターを設置する必要がある。ほとんどのコンセントは設置局のピンで押されてシャッターが開く構造になっている。中性極と 電圧側局の形状が正しくないと開かないようになっているシャッターもある。設置局が不要のクラス2のプラグにも設置局の位置にプラスチック製の瓶が付いており、シャッターを開けることができるようになっている。設置局に棒を差し込んで無理やりシャッターを開ければ、形状的には t y p e C のプラグを t y p e G のコンセントにつなぐことも可能であるが、危険な行為である。 タイプ G のプラグは1946年から使われ、はじめ、1947年に BS1363 の規格が定められた。SI32 イスラエルで使われているコンセントとプラグ。左のプラグが古いタイプであり、右のプラグは1989年から使われ、始めたもの。このプラグはイスラエル独自の規格で SI32 で使用が決められている。 他のタイプとの互換性はない。古いタイプのプラグは、電極が3枚の平板であり、Y 字型に並んでいる。電圧側極と中性極の間隔は 19mm である。1989年に直径 4mm の丸いピンに変更された。1989年以降のコンセントは、古いタイプ、新しいタイプ両方のプラグを差し込めるよう、作られており、 さらには、タイプ C のプラグも差し込める。それ以前のコンセントは1970年代に使われ始めたもので、これにもタイプ C を差し込むことができる。2008年の時点でタイプ H しか差し込めないコンセントは非常に珍しくなっている。タイプ H はパレスチナ自治政府の支配するヨルダン川西岸地区及びガザ地区でも使われている。 対3ピンプラグ TIS166-2549、タイ王国で標準の3ピンコンセントは、タイプ ABCH のプラグを差し込むことができる。ただしピンの直径は 4.8mm が想定されている。AS-NZS3112 オーストララシアで使われているスイッチ付きのコンセントオーストララシアと呼ばれる地域、オーストラリア、ニュージーランド、フィジー、 パプアニューギニア、それに加えてアルゼンチンで使われている。電圧極が歯の字についており、下側に設置極がある。電極は大きさ6 5 × 1 6 m、mm、m 間隔 13.7mm であり、延長方向から30度傾いている。オーストラリアやニュージーランドのコンセントには安全のためにスイッチがついている場合が多い。コンセントは必ず3つ穴だが、 小型で二重絶縁されている機器のプラグは、設置局がないにまたであることも多い。AS、NZS3112 では 10A15A20、A25A32A のプラグの形状が決められている。設置局の断面形状は、10A と 15A は板型、25A の設置局は逆、L 字型、32A の設置局は U 字型になっており、 最大電流値の大きなコンセントに最大電流値が小さいプラグを差し込むことはできるが、最大電流値の小さなコンセントに最大電流値が大きなプラグを差し込むことはできないようになっている。オーストラリアで標準のプラグコンセントは1937年に仮採用され、1938年に正式化された規格 C112 が元になっており、 1990年に今の AS3112 に変更された。2005年にピンの根元を絶縁した現在の規格 ASNZS3112-2004 が採用された。オーストララシア地域の10アンペアのプラグの中には背面にコンセントの穴が開いていて別のプラグを差し込めるようになっているものもある。このプラグの正式名称はソケットアダプタープラグであるが ピギーバックプラグとの俗名もある。このタイプのプラグは現在は使用禁止になっているが、もともと機器に備え付けられていたものや、特例で認められたものは、使用可能である。CPCSCCC タイプ AC 及び、I をすべて接続可能な中国のコンセント。中華人民共和国のプラグは、オーストララシア地域のものより、ピンが1ト、mm、ル長いが、 オーストララシア地域のプラグを中国のコンセントで使うことはできる。中国のプラグとコンセントの基準はギガバイト2 0 9 9 1から1996とギガバイト1 0 0 2から1996で定められている。プラグは1 0 a 2 5 0トまで使用可能なクラス I のものである。中国のコンセントはオーストラリアの標準とは上下が逆になっている。 中国でも日米で使われているタイプ A のプラグとコンセントが一部で使われている。ただし中国ではコンセントの形状に関わらず電圧はすべて 220V である。なお中国は世界貿易機関に加盟するにあたって新たに CCC 制度を導入し認証を受けて CCC マークを表示したもの以外の輸入電化製品の使用を禁じている。 アイラム2073アルゼンチンのプラグは、設置極目付きの 10A250V まで使えるクラス I であり、その規格はアルゼンチン規格協会により定められている。この規格はウルグアイでも使われている。外観上はオーストラリアや中国のものと似ているが、電圧側極と中性極の位置関係が逆になっているため、そのまま使用すると感電する危険性がある。 ブラジルブラジルでもタイプ I のプラグがエアコン、食器乾燥機、オーブンのような高電流量の電気機器に使われている。現在は新しい規格 IEC6906 から1に切り替えられている。セブ1011タイプ J のプラグとカバー付き、コンセントタイプ J はスイスで使われており、スイスはセブ1011と呼ばれる独自の規格を採用している。このプラグは タイプ C と似ているが、設置局が設けられている点が異なる。また、電圧ピンの根元が絶縁されていない。なお、スイスでは、台所やバスルーム、洗濯機など、湿った環境に設置されているコンセントはプラグが引き抜けないよう固定されている。スイスのコンセントには、タイプ J のプラグ以外に、ユーロプラグを差し込むことができる。 セクション107から 2D1 デンマークの107の 2D1 規格の DK2 から 1R 型プラグと円形の枠がついたコンセント。デンマークのコンピュータ機器用電源 DK2 から 5A の形。ピンが楕円をしている。デンマークのプラグ形状はデンマークプラグ装置規格セクション107の 2D1 に記載されている。アースピンの凹凸が逆である以外は フランスなどで使われているタイプ E のプラグと似ている。デンマークのコンセントにも子供のいたずら防止用シャッターの取り付けが義務付けられている。デンマークのコンセントには、タイプ CC7、16ユーロプラグ、タイプ E、海業用の C7、17プラグを差し込むことができる。タイプ F プラグ、タイプ E、海業用の C7、7、タイプ E プラグを差し込むこともできるが、 設置局がつながらないため、別に、アースを設ける必要がある。デンマークの規格 DK2 から 5A のプラグは、サージプロテクタのついたコンピュータなどに使われている。タイプ K のコンセントに差し込むことができるが、逆にタイプ K のプラグをこの規格のコンセントに差し込むことはできない。会社などでたまに使われることもあるが、家庭用としては滅多にない。また、 左側のピンが長方形のタイプは病院で生命維持装置などに使用されている。昔はデンマークのコンセントには個々のスイッチがついているものが多かった。今日ではスイッチがないコンセントも違法ではないが通電中のプラグのピンに触れることがないようにコンセントが凹んでいることが義務付けられている。デンマークでは1990年代初めに新しい電気設備には 設置機構をつけることが義務化された。それ以前に作られた設備はしばらくはそのまま使うことができたが2008年7月1日までに漏電遮断機で保護しなければいけないと決められた。一方、2008年7月1日からはフランスで採用されているタイプ E が壁面のコンセントとして使えるようになった。これによりデンマークでコンセントを作っていたラウリッツ・クヌーセンの 独占がなくなった。ドイツで主流のタイプ F コンセントは認められていない。これはタイプ F のコンセントではデンマークの古いタイプのプラグが奥まで差し込めないためである。デンマークで使えるプラグ変換アダプターを選ぶにはタイプ C かタイプ E 回復号を選ぶ必要がある。CEI23 から16、723から16、 セブンプラグとコンセントタイプ L のプラグ。左が16アンペア用、右が10アンペア用。タイプ L のコンセント。イタリアで主流のプラグ。イタリアの規格 CEI23 から16、セブンで決められており、設置局がついている。10アンペア用と16アンペア用があり、サイズが異なる。左右対称であり、180度回してつけても、 電圧側局と中性局に接続される。大きさが異なる2つのプラグが採用されているのには歴史的な理由がある。イタリアでは20世紀後半まで照明用の電力と動力用の電力が分かれており、それぞれの電気は料金も税額も異なっていた。そのため両方の回線は電気線も電気メーターも分かれていた。 両社は1974年の夏に統一されたが、その後も多くの家庭で電気メーターが複数ある状態が続いた。そのため、新しい規格 CEI23 から16、7でも2種類の形状が残ることとなった。古いタイプのコンセントには 10A か 16A のどちらか専用である場合も多く、異なるサイズのプラグを差し込むには変換アダプターが必要である。 イタリアでは、タイプ C の設置局なしのユーロプラグの形状も広く使われている。イタリアでは、CEI23 から5規格として定められており、最大電流値が小さく、二重の絶縁がなされていなければならない。イタリアでは、タイプ E、回復号の機器も売られているが、ピンサイズがイタリア標準よりもやや大きいため、コンセントによっては差し込めない場合もある。そのため、 安価な変換アダプターもよく使われている。イタリアの規格では、コンセントには、子供のいたずら防止用シャッターの取り付けが義務付けられている。CEI23 から16、7 0アンペア型は、Type-C の中央に設置局1本を足した形になっている。そのため、CEI23 から16、7 0 a コンセントには、Type-C のプラグを差し込むことが可能。 ピンの直径は 4mm、ピン間隔は 5.5mm。CEI23 から16、716A 型は 10A 型よりも大きい。ピンの直径は 5mm、ピン間隔は 8mm。ピンの長さは 10A 型よりも 7mm 長い。動力用によく使われることから、工業用と呼ばれることもある。ツインゲージマルチタイプソケット左が、ビパッソタイプ。 右が、シチューコタイプ。二つの形状のプラグを両方差し込めるプラグもあり、新型のコンセントでは、むしろこちらが主流である。単純なタイプは、小さなプラグ、大きなプラグの両方が差し込めるように、電極ピンを差し込む穴が8の字の形をしている。このデザインのコンセントは、タイプ L のプラグ両方とタイプ C のプラグを差し込める。1975年、 この形のコンセントを、ビマール社が、特許取得し、ブプリースの名で売り出したが、他のメーカーもすぐに追従して、プレスビパスその名で売り出した。ビマール社の、ウニベルサーレソケットは、タイプ ACE 回 E、回復号 L のコンセントをすべて差し込める。ただしタイプ E では、設置局が無効となる。もう一つのタイプは、タイプ F のコンセントと似ているが、 中央に設置局用の穴が開いている。このコンセントには、タイプ CE、回復号、L を差し込むことができる。差し込めるプラグの種類は多いものの、形状は大きく、さらには、電極とコードの位置関係が、L 字になっている場合には差し込めない場合がある。ビマール社は、さら複雑な形状のコンセントを、ウニベルサールの名称で売り出しており、 これには、日米で使われているタイプ a C のプラグを差し込むこともできる。イタリア以外、タイプ l の 10A 型のプラグは、シリア、リビア、エチオピア、チリ、ウルグアイ、北アフリカの数カ国、スペインの古い建物などでも使われている。BS546 南アフリカ共和国などでは、イギリスで昔使われていた 15A のコンセントがまだ、使われており、 これをタイプ M と呼んだりタイプ D に含めることもある。出典、種類の異なるソケットとプラグの組み合わせでも接続して使用できるものがある。表に記載のない組み合わせは互換性なし。世界的に見ても 50Hz でタイプ A のコンセントが採用されているのは東日本の他はタイや中国の一部など少数である。ありがとうございます。